エレーヌ・カレール・ダンコースは、フランスの歴史学者。ロシア史を専門とし、崩壊した帝国、レーニン、未完のロシアなどを表した。ソルボンヌ大学、パリセージ学院、欧州大学院大学で教鞭をとり、1994年から99年まで、欧州議会議員として、ロシアとの協力関係の強化に尽力。 1990年にアカデミーフランセーズ会議に選出され、1999年から就寝事務局長を務めている。エレーヌ・カレール・ダン・コースは1929年7月6日、エレーヌ・ズラビシュビリーとしてパリに生まれた。父・ジョルジュ・ズラビシュビリーは、1898年にトビリ市に生まれ、ロシア革命後の1920年代にフランスに亡命した。 経済学者、哲学者であった。亡命後に、ロシア貴族の娘ナタリー・フォンテルカンと結婚。生活の困窮し、職を転々とした。エレーヌの7年下の弟ニコラ・ズラビシュビリは、作曲家で、とりわけ、トビリ氏出身の映画監督、オタール・ヨセリアーニが制作した多くの作品で、音楽を担当したことで知られる。1952年に、 音楽家ジョルジュ・カレールとピアニスト、教育者のボール・カレール・ダンコースの息子で、保険業を営んでいたルイエド・アール・カレールと結婚し、エマニュエル、ナタリー、マリナの三子を設けた。エマニュエル・カレールは、フェミナ賞受賞作家、ナタリー・カレールは弁護士、著述家、マリナ・カレール・ダンコースは超音波検査専門の医師で、 フランス語の健康情報番組を担当するなど、ジャーナリストとしても活躍している。エレーヌ・カレール・ダン・コースの父・ジョルジュズ・ラビシュビリは、第二次大戦中に2年間、ボルドーのドイツ軍経済局で通訳をしていたが、1944年のパリ解放後に、行方不明になった。エレーヌが15歳、ニコラが8歳の時であった。 エレーヌ・カレール・ダンコースはこれについて口を閉ざしていたが、息子のエマニュエル・カレールがおじニコラから聞いた話に、基づく小説、ロシア小説を発表し、祖父・ジョルジュは何者かに連れ去られ、消息を絶った、死体は見つかっていないし、死亡通知もなかったので、破壊しもないと書いた。ドイツ軍の通訳をしていたことを明かしたのも、本書においてであり、 対独協力者として殺害されたと見られている。エマニュエル・カレールは、沈黙や否認は、彼女にとって文字通り生死に関わることだったと、語っている。ソルボンヌ大学に学び、歴史学の博士号、ついで文学と人文科学の博士号を取得。さらに、パリ政治学院で学位を取得した。ソルボンヌ大学、パリ政治学院、欧州大学院大学で教鞭を取った。 スラブ研究所運営委員会の委員でもあり、1984年から1987年にかけて、パリ大学の公開講座用の、ラジオソルボンヌイコールラジオフランスの会長を務めた。1987年6月22日に、ジャック・シラク首相が、フランス国籍法展開制のための有識者委員会を設置した際には、委員として参加。 これは、カレールダン、エマニュエル・ロワ・ラデュリを含む、法学、政治学、歴史学、社会学の大学教員9人、医師2人、官僚3人、弁護士1人、映画監督1人によって構成され、移民問題との関連で、特に、フランスが採用している国籍の出生地主義の是非について審議することを目的とした委員会であり、法学者のジャンドニ・ブルダンと哲学者のアラン、 フィンケルクロートは参加を拒否した。カレール・ダント・ウラジーミル・プーチン大統領1990年12月13日にアカデミー・フランセーズ会員に選出され、1991年11月28日に就任。1999年10月21日から就寝事務局長を務めている。1992年、 欧州中央銀行の顧問として、旧共産主義国家の民主化のための支援政策の策定に参加。1994年に、ジャック・シラクが党首を務める、共和国連合から、欧州議会議員に選出され、外交、治安、防衛政策委員会の副委員長を務めるほか、ロシア外交代表団や欧州連合、ロシア協力欧州議会委員会代表団の、 一員として、ロシアとの協力関係の強化に尽力した。ベルギー王立科学、文学、美術アカデミーの会員、ロシア科学アカデミーの外国人会員、ロシア美術アカデミー、ジョージア国立科学アカデミー及びるルーマニアアカデミーの名誉会員を務めるほか、以下の大学から名誉博士号を授与された。ありがとうございます。